なこといいなできたらいいな、あんな夢こんな夢いっぱいあるけど、みんなみんなみんな叶えてくれる、不思議なポッケで叶えてくれる。空を自由に飛びたいな。はい、タケコプターウィス。こんにちは、高幸です。ちょっと夜分の撮影で声小さめにしておりますけども、今日はですね、ちょっとたまにはね、子ども向け企画、高幸にもやらせてくださいよ。ちょっと大人向けチャンネルだけですね、なかなかちょっと厳しいものがあるんで、お子様向けチャンネルもちょっとやっていきたいと思いまして、今日はねこんなものを用意してます。じゃん、ガリガリ君リッチ卵焼き味。以前にね、ガリガリ君のコーンポタージュ味って、一時期話題になったじゃないですか。でもね、あれはちょっと残念ながら失敗作みたいで、あんまり売れなかった商品なんですよね。赤城乳業株式会社さんの、商品というか食品でございます。じゃあ、ちょっと私今日風呂上がりなんですけど、食べてみたいと思います。ガリガリ君 T シャツが当たるらしい。めっちゃ欲しいわ。本当に卵みたいな色してるね。卵焼き味だから、なんか外は卵焼きアイスで、中は味付け卵入りかき氷、味付け卵入りかき氷が中に入っているって、それは美味しいの。まず外。甘い。甘くてうまい。うまいよこれ。ちょっとね、今感覚がよく、味覚がちょっと珍しい味覚すぎて、ちょっとね戸惑ってる状態なんですけど。甘いんです。確かに卵焼きも、しょっぱい卵焼きと甘い卵焼き作る方がいらっしゃると思うんですけど、甘い方の卵焼きですね、外側。本当に卵焼きの味や。でもちょっとかぼちゃプリンとか、そんなようなのに近いような味もします。皆さんのイメージでいくと、かぼちゃプリンとかの味の方がイメージしやすいと思います。それがちょっと卵焼き味に近いかなという印象。じゃあ中のこのなんだっけ、味付け卵入りかき氷味の中身を食べてみたいと思います。味はよくわからない。味覚がまだちょっと頭の中で混乱してます。なんだこれ、なんか入ってるぞ。あ、これが卵か。本当に卵入れちゃったのこれ。なんか、柔らかい白身の食感がこのガリガリの中に入って、でも味付け卵味って言っても、しょっぱさはほとんどない。甘いです。
でもね、中は確かにゆで卵味だわ。不思議な味だね。でもね、これデザートというデザートなんですけど、ちょっとお腹が空いた時にもいいかもしれない。ちょっとあの卵を食べてるような感覚があるんで、ちょっとお腹が膨れる感がありますよ。で、甘いしスイーツにもなるし美味しいです。結果、コーンポタージュ味よりうまかった。まあ、高雪の、キッズ向け動画コーナーでございました。皆さん、ガリガリ君の卵焼き味結構美味しかったのでおすすめでございます。これは激辛チャレンジと違って、良い子の皆さん真似していただいて大丈夫でございます。ではまた。